はい。フラワーセンターね、ならではの音質、その1というところで、もう、ストレプトカーパスのスペシャリスト、広瀬さんに登場ということで、はい、今日おすすめの株を。ああ、そうですね。まず。ちょうどね、この10月にストレプトカーパス展っていうのをやってるんですけれども、うん、ストレプトカーパスっていうのがね、まあ、もともと南アフリカ原産のものなんですけども、うん、フラワーセンターでこうずっとね、野生種とか原種をね、こうずっと取り入れてきて、うん、それでまあ自分たちのオリジナル品種なんていうのを作ってきたんですよね。うん、で今日、もう私が作った2つの品種。これだ、ドヤ顔がドヤ顔が出てます。ドヤ顔なんですけどね。はい、ここね。うん、これね、すごいかわいい。ね、リトルカンっていう種類なんですけどね。うん、これは広瀬さこのあれなんですけれど、うん、非常にコンパクトで花がすごい上がる品種。うんうんうん、で、これはもうこれもまあもう世界的に有名な花になる。うん、で去年アメリカの大会で、アメリカの人が作った株がこれが最優秀賞だった。うん、広瀬の個体だと、広瀬が作った育種して作ったやつを種類を向こうの人アメリカの人が作って。なるほどね。だからね、もうこれ世界的な、そう、ストレプトカーパスのね、あれとしては、うん、葉っぱがだらしなくでかくなって、うんうん、その割には花が少ないっていうのをもう見事にこう、うん、ねえ、いや、こすごくね、欠点をもう全て取り除いたみたいなね。うん、いや、こんだけ咲いてくれたら、うん、まあちなみに温度どれぐらい？温度はね、それほどそんなになくて、うんうんうん、温室はいらないし、普通の室内の、もう凍らなければ、この辺十分それでいけます、うん、ね。どうしても温室植物って感じのイメージが強いんですけど、意外といけちゃうよねっていう、うん、そしてこれはね、はい、これもまた広瀬作なんですけどね、うん、ちょっとこうしおれかけですけどね、慶月っていう、これは、ね、また黄色のね、花がすごく綺麗な品種なんですけれども、もともとストレプトカーパスには黄色の花っていうのがなかったんですよ、うんうん、でそれを花の一部にしか黄色が出なかったんですけど、それをだん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 ちょっと大きく、黄色の部分を大きくしていったっていう、種類なんですけれども、今はもうオールイエローの花ができてしまった。それはイギリスで作られたんですけども、まあ、それでもまあ結構これ黄色の発色が出てるっていうことで、これもね、結構ヨーロッパですごく今も人気の花で、種類、もう、ローマ字でね、慶月って言ってね、出てくるぐらい、うん、ちなみに種まいてから花咲くまでどれぐらいかかるんですか？種まいてね、約1年。あ、早いんですね。1年で発芽が上がります、うん、で世代を繰り返してっていう、うん、ちなみにこれは何世代目ぐらいなんですか？これはねその前にもう一つ作った僕のキーバーナの品種に、うん、ヨーロッパの答えかけとんですけれども、その元の木花はまたあって、またあるから、まあ3、4、それぐらいかな。4世代、4世代か5世代ですよね。うんうん、分かってるのはその辺ぐらいですね。いや、ここまで水をやらないのは勇気がいるんですけど。ちょっとこれ、花がね、ちょっとくたびりかけだからね、うん、なるほど、このタイミングぐらいで水やるんですよ。へぇ、うん、かなり乾いてる。うん、ね、ストレプトカーパスでやっぱりもう失敗するのはもう圧倒的に水やりすぎなんです。意外とね、だから結構ね、これぐらいまで乾かして水やったら、もう次の日花も葉っぱはピッとこうします、うん、それぐらいが、うん、それぐらいはね、まあ、そもそもアフリカのあれなどでね、うん、その乾湿がはっきりしてるっていうか、う、うん、意外と乾燥にも耐えられるって感じなんですよね、まあ、そこまでの乾燥じゃないにしても、うん、メリハリが重要って感じで、ね、あるんですけどね。これはまあフラワーセンターで作った園芸種なんですけど、こっちにね、職員がこういうことやってるのがすごすぎる。すいません、職員になって言っちゃいそうですけど、一職員なんですけど、まあこれなのもならではですよね、植物園じゃなきゃね。これが一葉性、一つの葉っぱの性、うん、っていうか、こう、ストレプトカーパスだけど、最初、下ベロがいい。下ベロ。うん。花より。
まさにこれ、和名が牛の舌。牛タンです。塩焼きにしちゃう。で、ね、これは、だから、種まいたら双葉が出て、うんうん、その双葉の。最初双葉なんだ。最初双葉なんですよ。はいはい、で、双葉のうちの片方が切れて、うん。で、残りの双葉がぐん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 大きくなって、こうなっちゃった。へっていう。こう出てきて、こっちが帰ってこう。そうそうそう。そう。うんにゃーって。うんにゃーって。ほんで最後は、ってなるわけですよ。牛タンですね。うん、へぇー。っていう植物。で、これ。これ1枚の葉っぱ、1年に1枚出てくるんですか？いやね、だから種まいてね、ここまで大きくなるのに、この種類は1年半。で、ものによっては5年ぐらいかかるの。ピュー。だ種類によってね、こういろいろあってね。お5年かかって葉っぱが一番。葉っぱ、だん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 大きくなる。すげえ、すげえ。だから一番最初はここが一番古い。ああ、ちょっとじゃあもう古くてあれなんですね。で、これがだん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 、この一番根元が一番新しい組織で。で、ある程度まで大きくなったら最後真ん中から花が。へえ。じゃあこれ開花したら枯れちゃうんですか？うん、開花したらこの後にここに種ができて、うんうん、それでもう最後はもう最後はバラバラとか、まあまさに植物園的な植物ですね、これね。ね。ここじゃなきゃ見れないっていうか、すげえ。置物みたいでしょ、象の耳とか、うん、まさに牛タンみたいな。で、これらはね、日本植物園協会のね、ナショナルコレクションって言ってね。すごい。いわゆる日本でもその後世に残しておきたい貴重な植物群っていうことでね、認められた。最初に見せたリトルカンやケイゲツや、まあこれミシェル・モレイっていう一枚葉ですけども、こういったものも、ナショナルコレクションに認定をされています。はい。そういうのがね、約ね、フラワーセンターで、ナショナルコレクションも含めて約そういう数が300種あって、まあそのうち、まあほんの一部ですけども、こういったところで展示をしているという。はい。わかりました。ありがとうございます。じゃあ、ぜひともね、関東あんまりね、そんなにまだまだね、あれなんで、でも本当はね、うん、関東から東北、北海道ぐらいの方がね、育てやすいんだよね。西日本暑すぎて、なかなか難しいんですけれども、それでも、でも皆さん結構ね、工夫をされながらもね、育ててらっしゃいます。なるほどね。はい、目移りします。まあ、また夕日が当たるのも綺麗ですね。黄色のあのタイプなんかも可愛い。いや、じゃあありがとうございます、ヨシさん。忙しいところ。いえ、ありがとうございます。続きは横山散歩してきますんで。はい。行ってきますんで。ぐるっととりあえずちょっと、見ていただければと思います。いろいろ見どころ満載なんで。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。すいません。本当に、忙しいところ。ありがとうございます。キューコンベゴニアなんかもここすごく有名で、こんだけ品種を維持しながら、豪華に見せてるっていう、なかなかこれもね、商品として出てくるもんじゃないので、おすすめの、いやー、超ゴージャス。実はね、オス花、メス花ってあって、シンプルな方がオス花、こっちがメス花、みたいな感じで、ですね。すごく詳しいわけじゃないので、これぐらいで。すいません。失礼します。じゃあ、特別ハウスに行ってきます。ここが、まあ、こっちはランのね、展示してますけど、直中のハウスです。先ほどね、スタッフさんが下に水撒いてて、空中湿度を保ってて、ね、そういうやっぱり、こう、特別な管理をすると、こう、いい状態に植物も行くんだなって。チランジアとかもすごいですね、これね。自生地みたいな感じになってて、まさになんかこう、南米に来ちゃったんじゃねえかっていうような、ところです。いやー、すげえ。で、
まあ、いろんなね、こう、ウツボカズラの種類。もう日本一もいいとこで、世界一なんじゃないかってぐらい、このコレクションは。はい。いや、すごい。汗が出るぐらいな、あの、空中湿度で。あとね、ここら辺も、あの、サラセニアって、室内じゃなくても、外でも全然行く植物ですけど、あ、ドロセラ出た。あんま触るなだよな。南アフリカで見てきましたね。おぉ、このドリズラとかも、きゃー。見たことないような、多分、食中の大好きな人が来たら、よだれもんだと思うんですけど。ウランはスタンダードのもの。そうですね、ラーメンとか。やっぱね、一気に。神の声が。いや、神の声が。いや、熱帯雨林、まさに熱帯雨林に来たっていう感じですけど、すごいですよね、この大きさ。で、どの子だったっけな、この子かな、この子の壁ですよね。重たくて、一個もそう、おー、重厚感があるって。これの50何センチのやつが、世界ギネス記録に登録されたっていう、この表情。もうなんかネズミ落っこって食べちゃうんじゃないかっていうような、ぐらいのサイズ。いやー、すごい。感動です、感動。いや、あとこの数ね。いやー、ほんとこう植物園じゃなきゃこんな状態は見れないので、いや、ぜひともここは一緒のうち一回来る価値がある場所だと思います。いきますよ。ジャカランダ。うわぁ。くっついてる。ああ、すげえ。ヒューっていう感じで。で、あとね、ここもすごいんだよね。グラデーションが。サラセニア。もうなんかね、最近では切り花としても切り葉としても出てくるぐらいに、いやー、いい状態。水が大好きな植物なので、こうやって水の中にずっとつけといても生きてられるっていうので、案外これも育てやすさという点では最近、あ、こう面白いシーンが食うか食われるか、カマキリが多分虫が寄ってくるからそこにいるんでしょうね。へえ、いい作戦かもしんない。来る虫を待ち構えてるそこで。でも君落ちないでね、みたいな。っていうことで、でした。もうじゃあサラセニア囲まれて。おっ、そうだ。こういう力こぶにする。ウツボカズラする。いや、ということで、すっごく魅力満点の植物園です。ぜひとも来てください。じゃあ、ありがとうございました。力こぶ。